こんにちは、みすずです。今日はマグロとアボカドで作るアヒポキをご紹介します。アヒはマグロで、ポキはお魚ちっちゃく切るっていう意味のハワイ料理です。材料はこちら。今回はアボカド、マグロだけで作っていきますが、みじん切りした玉ねぎやネギや大葉など加えても美味しいですよ。では作り方です。厚手のペーパーでマグロの水分取っていきます。お刺身用のマグロ両面に塩を振ってペーパーに包んで冷蔵庫でしばらく置きましょう。アボカドを切ります。縦にぐるっと包丁を入れてもらってパッカッと割ってください。桃なんかもこの切り方ですね。種を取って皮を剥きます。アボカドは生でそのまま食べるので、気持ち柔らかめのものを使ってあげた方が美味しいですよ。また今回は1個使ってますが、お好みで半分でもいいですし、もっと増やしてもらっても OK です。また細かく切るのが私は好きなので、ごく細く切って、さらに高さも半分に切ってますけれども、お好みのサイズで、もっと大きくザクザク切ってもらっても大丈夫です。お好みのサイズにカットしてください。こんな感じですね。アボカドは切ってから時間を置くと色が汚くなってくるので、すぐにお酢をかけてあげましょう。お酢には今回しょっぱさのあるお酢、梅酢を使っていますが、レモン汁とか、あと米酢とか普通のお酢でも大丈夫です。大葉を飾りに使います。細切りしておきましょう。大葉はただトッピングするだけですけれども、混ぜてもらっても OK です。先ほどのマグロをカットしていきます。アボカドと同じサイズに切ってあげてください。なのでアボカドを大きく切った方は、マグロも大きくカットしましょう。サイズを合わせてあげると仕上がり綺麗ですね。私は細かいものの集合が好きなので、マグロも細かく刻んでいます。はい、切れました。マグロもね、切ってしばらく置いとくとすぐ色が悪くなってくるので、急いであげてください。白ごまとお醤油、ごま油を加えて和えます。梅酢はしょっぱさのあるお酢なので、他のお酢使う場合はお醤油の量を増やしてあげてくださいね。もうこれで出来上がりです。玉ねぎや大葉などここで加える場合は一緒に加えて和えてあげてください。器に盛りましょう。今回は器に直接盛ってますが、ライスの上に乗せてアヒポキ丼にしてもらっても美味しいですよ。乗せてもらってもっていうか、結構ライスがすごい合うので、ご飯に乗せた方が美味しいかもしれないです。器を2つに分け入れていきます。プチトマトを添えて、あとお好みで卵黄をトッピング、あと細ネギの小口切りを散らして出来上がりです。あとさっきの大葉ですね。これで完成です。うちの子はネギとか大葉とかも好きじゃないので、こういったものを乗せずにしていますが、皆さんもお好みで作ってみてください。最後まで見てください。ありがとうございました。作ってみたいと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。詳しいレシピはすべてブログに書いてあります。また見に来てくださると嬉しいです。 Twitter、Instagram、TikTok なんかもやってます。こちらもぜひ覗いてみてね。それではまた。